北島町を拠点に練習に励む小学生野球チーム北島北斗七星、現在新6年生を中心に練習を頑張っています。はい、北島北斗七星の工藤監督によると、まずはしっかりと声を出せるチームを目指しているそう。基礎体力作りや野球の基本を身につけるための地道なトレーニングに余念がありません。選手たちは黙々と練習メニューをこなしていきます。はい。
ここでチームを引っ張る新6年生にインタビューしてみました。腹から声を出す、声がよく出るチームです。それは結構普段から練習したりしてるのかな。はい。じゃあ守備ね、セカンドで守備するときに心がけてることとか教えてもらってもいいですか。絶対に抜かさないことです。試合でこういうヒットを打ちたいとかホームランを打ちたいとか、もし目標があったら教えてもらっていいですか。ホームランを打ちたいです。普段の練習で心がけていることを教えてもらってもいいですか。ボールを後ろに抜かさないことです。抜かせないために意識している練習とかってあったりするのかな。ボールを少しでも前に止める。打つことで目標とかってあったりする。こうホームランを、大きいホームランを打ちたいとか、一試合でヒットをいっぱい打ちたいとか。なるべくヒットを打って塁に出たいです。じゃあまずポジションを教えてもらっていいですか。キャッチャーです。キャッチャーって言ったらやっぱり守備が大事だと思いますけど、まあ、チームまとめる、ね、役割だと思うんですけど、こう意識していることとかってあったりしますか。ワンバンをとにかく抜かさないように盗塁を刺すこと。バッティングについてはこう意識していることとかありますか。手だけで打つんじゃなくて下半身で打つことを意識しています。ホームラン打ちたいとかヒットいっぱい打ちたいとか目標あったらバッティングで教えてもらえる。ヒットをできるだけ多く打ちたいです。じゃあ太陽君の野球始めたきっかけを教えてもらっていいかな。テレビなどを見て楽しそうにやってるのを見て、僕もプロ野球選手になりたいと思ったから。どんなプロ野球選手になりたいなとかありますか。大谷選手みたいに二刀流になりたい。二刀流ってあったけど、ピッチングとバッティング、太陽君はどっちの方がすごいなって思う。大谷選手。大谷選手のバッティング。大谷選手のバッティングのどんなところを盗みたいなとかありますか。無駄な動きがないところ。じゃあ太陽君がバッティングで意識していることって何かあったりしますか。最初は上半身の力を抜いて下半身で振ることを意識してます。じゃあ何歳ぐらいから野球は始めたんですか。1年生の後半の7歳ぐらい。じゃあね、もうちょっとで6年生ってことだけど、野球始めたきっかけって何ですか。お兄ちゃんがやってたから野球やってみました。じゃあ兄ちゃんの野球見てこんなとこが面白そうだから始めたっていうのとかあったりするのかな。バッティングとか守備の練習を見て楽しそうだなと思って入ってみました。エラーをあまりせずにホームランを打つことです。じゃあ野球を始めたきっかけを教えてもらっていいですか。なんかお母さんに家でおるときになんかスポーツしてみって言われて、学校で野球部の子にやってみようって言われて、で1回体験に来て面白いと思ったからやり始めました。どんなところが面白いって思った。いろんな人が声を出して楽しんでいるところがみんな面白いんだなと思って、自分もやってみようかなと思いました。好きなこうプレー、どんなプレーが好きですか。盗塁、盗塁とかが好きです。盗塁も難しいと思うけど、どんなこと意識してるとかありますか。ピッチャーの靴などを盗んで素早く行けるようにするためにいろいろとやっている。20くらいは決めておきたいかもしれない。小学校3年生から始めました。みんなに誘われて野球が楽しそうになってきたのでやりました。どんなところが野球って楽しかった、今やってて。打ったりしたり、なんか守備を守って取って褒められたりしたのが嬉しいです。守備でこういう練習楽しいなとかあったら教えてもらっていいですか。ゴロで
ランナーが進んでバックホームの時にアウトにできたり、タッチアップの時にホームに返す時に送球ができて褒められるところが好きです。こんな選手になりたいなとか目標があったら教えてもらってもいいですか？近藤、ソフトバンクの近藤健介さんと山本由伸さんみたいに、いい人になりたいです、ね、ということはポジションは外野かな。はい。どういうところを近藤選手も外野だけど盗みたいなとかありますか？ファインプレーとかをいっぱいして、 WBC でいっぱい活躍したので、もっと超えられるように活躍したいなと思います。そして練習はバッティングと実践形式の守備練習へと進みます。バッティングではタイヤの上に乗って子どもたちは練習を行います。体幹強化、さらにはバランス感覚を養うことで安定したバッティングフォームが身につくんだそうです。下半身が安定しないと力強いスイングができずに打撃フォームが崩れます。選手たちはタイヤの上と地面とに分けて意識しながらバットを振っていきます。またプレー面では守備力を強化しているといいます。野球の基本は守備、守って勝てるチームを目指している北島北斗七星。バッティング練習で大切なことはフォームを固めること。何度も振り続けることでバットを振る力がついてきます。力ちゃうぞ。
になるの。北島北斗七星ではティーバッティングなどでミートポイントを確認しながら体の流れを正しく使ってスイングすることを徹底しています。上級生になるとこの通り、力強いスイングが分かりますよね。セカンドランナー来て。セカンドランナー2人行け。コーチからの檄が飛び、徹底的に実戦の判断力を養うケースノックが続きます。試合でのプレッシャーに打ち勝つためにひたすら守備練習を繰り返す北島北斗七星。今後一体どんなチームへと成長していくのでしょうか。楽しみです。最後に新6年生に目標を聞いてみました。声を出して点を取って優勝したいです。目標はチームと協力し合って大会で優勝して金メダルを取りたいです。大会でベスト4には入りたいです。一つ大会で優勝すること、最高学年になったのでチームをまとめて試合にどんどん勝っていきたい。今のチームで優勝か準優勝に1回でもいいから行きたいです。目標は打席でホームランを打つことです。新6年生を中心にそれぞれの目標に向かって突き進む北島北斗七星。ぜひ大会で頑張ってほしいですね。